中日ドラゴンズのビシエド選手の怪我の状態と復帰予想時期、そして絶不調の石川選手の今後の起用法、現状の中日ドラゴンズのベストなオーダーなど見ていきましょう。ビシエド選手は先日右手首を負傷したということで試合の出場が見送られていました。そして検査があったわけなんですけれども、軽傷というような報道がありまして、2軍には降格させないという方針が明かされています。巨人戦からの復帰を目指していくという報道がありまして、もう数試合休んでからそこから復帰ということになりそうです。ビシエド選手は森野コーチから徹底指導を受けて、打率がそこから3割を超えるようになっています。ビシエド選手の改善したフォームを見ると、間が取れるようになっていて、足を上げてから打つまで一連の動作で打つのではなく、一度しっかりとためを作ってそこから打ちに行くということで、突っ込み癖っていうのが大きく改善されています。チャンスでもインコースの直球をタイムリーヒットにするとか、そういった場面も出てきまして、ビシエド選手本人もすごく手応えを感じているということで、今後の復調に期待がかかってきます。ではビシエド選手の今後の起用法どうなっていくのか、こちらから見ていきましょう。立浪監督もビシエド選手の突っ込み癖の改善というところを評価しておりまして、今後も3番を中心に起用するとか、そういった方針を先日は明かしていました。これまではビシエド選手がファーストに入る場合は、サードに石川選手が起用されることが多かったです。もしくはサードに福永選手を入れて、セカンドに村松選手、石川選手がベンチというケースもありました。ただビシエド選手が復調しているところを見ると、今後もしばらくはビシエド選手がスタメンで起用される可能性が高いのかなというふうに見ております。負傷で数試合試合出場が空くということで、いい時の感覚っていうのを失っていないことをなんとか願いたいと、そういった状況ですね。ここからビシエド選手が復調して、来年日本人選手扱いで大活躍をしてくれると、他のもし新しい外国人なんかも入ってくると、かなり中日ドラゴンズの打線の厚みっていうのは増してくると思います。では石川選手の状態がかなり悪いんですけれども、今後の起用法どうなっていくのか、こちらも見ていきましょう。石川昂弥選手は4月は OPS0.667、 5月は OPS0.732 と、まずまずの成績を残していました。5月は4本ホームランも出ていました。しかし6月に入ってから打率が1割前半、ホームランもなしということで、6月の調子が悪いなっていう時期が続いて、どこかで復調してくれるだろうというふうに思っていたら、6月が終わってしまったと、そんな状態になってしまっています。そして6月は得点圏打率も1割台で、打線の中軸になっているので、かなりブレーキとなってしまっているというのは間違いないと思います。そしてサードの守備でもミスっていうのがちょっと多く、攻守ともに苦しい状態になっています。このまま石川選手を起用していくのか、それとも調子がいい選手を起用するのか、このあたり立浪監督の判断もかなり注目されるところです。では現状の中日ドラゴンズのベストオーダーはどういったところになるのか、このあたりも見ていきます。現在のオーダーで流動的なポジションは大きく2つになりますね。ファーストにビシエド選手を入れるのか、それとも石川選手を入れるのか、サードに福永選手、石川選手、高橋周平選手のどの選手を入れるのか、この2つのポジションが流動的になっています。守備を重視するのであれば、ファーストにビシエド選手、セカンドに村松選手、ショートにリューク選手、サードに福永選手というオーダーになってくると思います。一方、打撃を重視するのであれば、ファーストにビシエド選手を入れて、セカンドに福永選手、ショートにリューク選手、サードに高橋周平選手、この布陣が現状ではベストになってくると思います。石川選手が復調しない限り、どうしてもブレーキにはなってしまうので、現状守備、打撃どちらかを優先するにしても、石川選手のスタメンというのは今のところは、ちょっとチームの勝率を落としてしまう可能性はあるかなと思います。そんな中で中日ドラゴンズのファンの方々は石川選手のスタメン起用を望んでいるのか、こちらも見ていきます。ファンの方々に石川選手を今後どのように起用するべきですかとアンケートを取らせていただいたところ、我慢してでもスタメン起用が 66% で最も多い数値になりました。やっぱり石川選手は将来的な4番候補として間違いなく一本立ちしていただかなければいけない選手ですし、それを期待してファンの方々は我慢してでもなんとか継続起用して開花してほしいと、そういった思いがあると思います。以上です。